ね、誕生日仕様だよね。ちょっとツイッターシェアしよう。いつもとメイク違う、一緒だよ。なんだろうね。髪は違うけど。でもなんかめっちゃ時間かけてメイクした日とかにさ、お風呂上がりとかすっぴんって言われるとちょっと悲しい。こんばんは。髪は切りましたね。ハートありがとうございます。今日はと安定のいつもの、今日まだメール送ってないっけ。メール送ってないね。ちょっと終わるときにね、行って。今日はね、なんかめっちゃブログを下書きしてて、ブログの本を書いてたんだよね。でもね、結局まだ送ってないんだけど。かわいい、ありがとうございます。また戻りました。いつものプリンをちょっとまずは食べます。今日はね、ちょっといろいろ3本立てでお送りします3本立てで。あ、もうこれは食べちゃうのでメールには送れません。マジで私、ハッシュタグ水があるならさ、ハッシュタグプリンかさ、ハッシュタグ芋でさ、絶対私めっちゃ投稿できると思う。水ぐらい。はい、いただきます。サザエさんかな。そうだね、サザエさん。まず1本目はプリン。いつものプリンを食べるです。でもサザエさんね、あれ見たよ。今週だっけ。今週っていうの、今週っていつからいつまでよ。今週っていうの、土曜日、月曜日からですか。日曜日から、じゃあ今週や。今週のサザエさんは、今週のサザエさん何やってたっけな。なんかサザエさんの様子をカツオくんが見に行くんだけど、なんかね、サザエさんは変な風になんかバレないように隠れたりとかするから、そう簡単に見つからないっていうお話。
昨日はね、あのね、大富豪しながらね、リモラブ見てた。リモラブは割となんか家にいる時が多いから、なんだかんだ毎週のように見てる。ハートキュンです。大富豪すごいよね。めっちゃ順位上がってるんですよ。皆さんよかったら大富豪よろしくお願いします。日曜日から今週っていうんだ。へえ。セブン、これはね、薬局で買いました。です。言い方かわいい。これはあれですよ、もうハート送ってくれた方に向けてのキュンです。だからもう他の人は見ちゃダメね。クラッカーやで。何これ、誕生日だからありがとう。え、誕生日ギフトとかあるのかな。クラッカーとか誕生日のやつかな。え、ちょ、今日さ終わったらスクショしようと。 I love you、 ありがとうございます。10個もダブレター、ありがとう。髪色かわいい、ありがとう。赤を入れました。どうですか、赤を入れちゃい。どう、赤買い入れちゃいしました。なんかでもショールームだと、ショールームだとあんま分かんないかな。トイとさ黒、なんかね、あのめっちゃ赤って感じじゃないけど、光に当たるとちょっと赤が見えるかなぐらいのやつです。ハート似合う。I love you、 ありがとう。似合うって久々に見た。誕生日プレゼント用意してない。そうなんですか。今日ね、あのお花をいただきました。19日までに届くように、あのファンの方がやってくれてたみたいで、
今日用事があったのでちょうどもらえるなと思ったんでもらいました。なんかね、でも花冠はまだ持って帰ってなくてロッカーに入れちゃったんだけど、なんかどうしようかなと思って、オンライン握手会、オンラインお話し会あるから、お話し会の時にワンチャンつけるのもいいかなと思って一旦置いてきました。だから家に持ち帰ったのはそれ以外のやつなんですけど、公園でもさ、やっぱなんか衣装着てさ写真撮ろうかな、どうしようかね。そしたらどっちにしろ置いてかなきゃだよね。でもね、花冠、あ、そう、今日じゃあ2本目いっちゃいますよ。第2本目、プリン食べ終わったのでごちそうさまでした。散髪の手なので今日は第2本目、2本目はその、まあ、今のお話ししちゃったんですけど、いろいろいただきましたし、だから花冠は、どうしようかなって感じ。花冠はとりあえずなんか分かんないから、まだ家には持って帰ってきてない。です。じゃじゃーん、お誕生日おめでとう。いただきました。これはね、持って帰ってきたサイリウムカラーのバラ、私が好きなバラです。これ本物？偽物？本物？じゃーん。あ、書いてある。あ、ブリザードフラワー。ブリザードフラワーとは、生花に特殊液に加工し、鮮やかな色合いと柔らかな質感を長期にわたり保つお花です。だって。紫のバラめっちゃかっこいいよ。かっこよくない？紫のバラってすごい。もうなんか本当に私バチェラーとバチェロレッテのさ見すぎでさ、全部見たからさ、バラーってなるしさ、自分のサイリウムカラーなのでかわいいですね。特殊なあれを使ってるんだって、加工してるんだって。でさ、これは持って帰ってきました。でも花冠と一緒にもしどうしようかな、 なんか公園に持って行ってさ、最後の曲来たままさ、花冠とさこれ持ってお写真撮ろうかな。でもこれ持ってくってことは、だから帰りのプレゼントと一緒に持って帰るからめっちゃ荷物があれだけど、大変だけど、まあとりあえず配信で今日はリボンのさ、かわいい
紫と黄色、そしてこの紙みたいなやつがピンクなので全部サイリウムカラーですね。イエーイ、いいですね。そうね、今日のね、その髪もせっかく誕生日あるから、ちょっと髪もちゃんと誕生日もクリスマスもお正月もお話し会も公演とかも、いい公演も年末公演もあるから、だからまあいっぱい美容行こうと思って、今だけ、今はちょっと赤にしたんですけど、また戻すかもしれないので、身を覚め、身ちゃんと見といてください。え、これもね、これさ、アルバムかな、アルバムはどうしますか、誕生日に見てほしいですか、誕生日じゃないと見ちゃダメっていう人がいたら、今はまだ見ないでおきます。どうですか、てか誕生日配信いつやろっかね。なんかさ、お話し会あるじゃん、終わったらさ普通にいい声の練習しようと思ってたんだけど、でも夜ならできるかな、でも大富豪と同じ時間になっちゃうね、難しい。あ、でも土曜日だから別に何時もいっか。まあでも夜かな、見てもらいやすいのは。なんか詰まった水詰まった、なんか変なとこに入った今絶対水変なとこに入った。どうします、これは、これ今日見て当日はみんなからのコメントを見るか、ね、当日見る、これはなんだ、残しとく。とりあえず置いとこ、一旦保留で。一旦保留しといて、水はちょっと。水も置いといて、てか聞いてください、あのですね、私が前から欲しいって言った3COINS のボア、なんだっけこれ、なんてバケハだ、バケハ、バケットハットがもうね3店舗回ったのなかったのね、前行った時に予備用に行った帰りに見たら入荷されてたんですよ、こちら真っ白じゃないやつなんだけど、ちょっとこれは本当は真っ白が欲しかったんだけど、なんか青しかなくて、でこのブラウンみたいなやつが入荷されてたんで、真っ白のさ、なんか普通の店舗だったら売ってるけどさ、スリーコインズ安いから、スリーコインズでもしあったら買いたいって思ってて、真っ白じゃないんですけど、ブラウンなんですけど、こちらをゲットいたしました、ゲットいたしましたんで、私がいつも着ている
インスタとかでもいつも投稿し、なんだっけ、いつも出てくる、アウターもなんかボアジャケットみたいな感じなんで、これを一緒に合わせようかなと思います。いや、ありがとう、ハートありがとう。これをね、買いましたとさっていうので、もう一回袋にしまいます。はい、そしたら最後に私がやることは、ちょっとこっからはね見えないかな。あのね、ずっとここ最近このキラキラのラメだったので、もう私ね今日ね赤くね髪をねやるっていうのを超楽しみに生きてきたので、ね、そのもうなんか楽しみすぎて、だってさ、ずっとさ研究生の頃からさ、赤にしたいっていう風に言ってたり、ずっともう本当にしたくて、なんかあんま派手にしすぎるとね、なんかあんま良くないかなと思ったんで、なんか茶色めの本当に暗い感じの赤なんですけど、なんていうの、そう3本目です。今楽しみすぎて、今日のまつげもね、これねあんまよく分かんないかもしれないんだけど、あの赤をね入れてるんですよ今日のまつげも。まあちょっと配線だと分かんないだろうけどね。でもう一個ですよ、楽しみすぎてもう一個あることをしちゃいました。それはですね、ちょっと待ってくださいね、今ねハサミで切ってるので待ってくださいね。全然切れませんね、住所見えるので反対側で切ります。でも本当になんか期間限定にしようかなって、あんまりなんかさ、いろんな髪もちろんやりたいしさ、派手なのもやりたいけど、やっぱさ、なんかお仕事限られたりとかさするのもあんまり良くないし、ファンの方もなんか結構、だから私はね結構なんか推しとかが髪色変えてたらなんか、この子あ次これやるんだ、かわいい、これやっちゃうの超かわいいみたいなね、なんかむしろ推しの髪色変わるのが楽しみみたいな人なんですよ。まあでもそれは置いといて、でもなんかあんま好きじゃない人もいると思うし、まあ、そんなにだから本当に今だけ誕生日しようって感じなんですけど、お正月とかまでかな、わかんないけど、なのでまあでもね、なんだかんだずっとやりたかったので、楽しみにして、昨日もさ美容院予約してたからさ、昨日の時点でカラコンも買ったんですよ、赤髪に合いそうだなって思うカラコンを3種類も買いましたマジで気合入ってるでしょ。まつげもさ、マスカラもさ赤使ってさ、でねカラコンまで髪色に合うやつを入手しました。なんか本当はね、一番やりたいのはなんかボブとか短くしてもうちょっと赤っぽくしたいんだけど、さすがに、まあ、自分がやり、私はやりたいけどちょっとやめといた、って感じ。そうで、しかも最近なんかさメンバー赤多いよね。で私は本当になんかもともと赤髪にしてたんですよ、入る前も。まあ、あんまみんな見たことないと思うんだけど、てか私が赤にしてた頃みんな別に外に発信してたわけでもないし、全然一般人だったので。でもなんかちゃんと
ブリーチして赤入れたりとか、ブリーチしなくても全体的に赤をこう、ブリーチしない赤ってあんま入んないんですよ。だから何回か重ねて何ヶ月もこう通って染めることで赤っぽくどんどん赤にしていくっていうのをねやってたんですけど、好きなんですよ。で久々にやって、これはですね、なんで今回これを買ったかというと、なんかね、メイメって読むのかな、メイメはバイラルム、あ、ラルム、メイメバイラルム、ラルムはねもともと使ってたので、まあそれの中のやつなんだけど、メイメっていうのはあの YouTuber の古川優香さん、私フォローしてるのでまあ、ぜひ皆さんも見てみてくださいって感じなんですけど、その方が出してる、まあ、カラコンなわけなんですね。で、古川優香さんがカラコンの写真使ってるやつ見たら、結構赤髪で、赤髪の時に撮影してるんだけど、結構どの色にも合ってたの。だからすごいね、あ、いいじゃんって思って、すごい分かりやすかったし、え、これ私もやりたいって思ったので今回買いました。古川優香さんマジで面白いから、 YouTube とかぜひ見てみてください。で、面白いところがちゃんとカラコンにも現れてるんですけど、普通こんな名前つけないっていうね名前を使ってるんですけど、まずこちらは2個はね同じ色にしました。グレーうどんっていうなんでグレーうどん、うどんつけたのって感じなんだけど、グレー系の色ですね。グレー系の色を買いました。はい、こっちは野菜グリーン、まあ、名前の通り緑ですね。でこれめっちゃ可愛くて、写真で見た時に赤髪とも似合ってたし、絶対これつけようって思って買いました。はい、なのでどうしようかな、お誕生日とかその次の日とか、なんか公園ではカラコンつけたことないんですよ私。今もつけてない裸眼なんですけど、なんかワンチャンつけようか迷ってるって感じですね。はい、つけたいけど急につけるのもちょっと怖いかな、わかんないけど。そう、そんな感じです。なのでこれも楽しみなんですよ。でもう一つまだあるんですよ、これ最後ですよ、これね、これで最後なんですけど、え、それな、そばじゃダメなのか、それな、なんかでも中井理香さんとかもグレーうどんつけてた気がする、なんかツイッターで検索したら出てきた。はい、次はね最後になります。ですね、ネイルも、そう、ネイルに戻ります。話はネイルに戻るんですけど、キラキラをやってたんですけど、色に合わせて今回はこちらの赤を買ってきました。可愛いでしょ、絶対これ似合うって思って、髪、今の髪色に、もともと持ってた、なんか同じようなの買っちゃうね、もともと持ってたこういうこの色とか合いそうだな、これともう2色にしようかな、上からちょっとキラキラ足すとかにしようかなと思うので、残りはゆっくりネイルを、今のネイルを落として新しいネイルをしながら、全部終わるか分かんないんですけど、この後さ、いつも大富豪前にさお風呂入ってるのね最近。大富豪23時59分までじゃん。だからさ、ちょっとなんかその後にお風呂入って、最近なんかあんま体調も良くなかったし、あんまり遅くまでにその後っていうのができなくて、一回休んじゃうと私動けなくなっちゃうの。だから入ってたんだけど、ネイルしたらちょっと怖いから、でもいけるかな、私ね今最初にまずベースを塗ります。でこれとこれを塗ります。余裕があればちょっとこれを足します。最後にこれ
4回やるのでワンチャンこの配信中に終わらない説もあるんですけど、やっていきたいと思います。それでですね、なんか今まではこれ使ってたの、これなんか100均の指入れたら落ちる、ネイル落ちるみたいなやつで、なんかね坂道の番組でメンバーが紹介してていいなと思って買ったんですけど、結構それ使っててもうだいぶ汚くなっちゃったし100均だったので、しかも私結構最近ネイル自分でネイルサロン行くとマジで高いの、私の今そんなネイルサロン行けるお金ないので、自分でやってるんですけど、だから自分でやるからちゃんとしたの買おうと思っていつも100均だったんですけど、ちょっと3,4,500円か忘れたけど、そのぐらいのリムガーを買ったのでこれを使っていきます。これとこれを開けて、あとはまあ100均のパフとかでちょっとつけて落とします。落としながらちょっとおしゃべり、まあゆっくりしていこうかなみたいな感じで、こっからは第3弾はゆっくりやっていきたいと思います。髪そんなにずっと赤にするわけじゃないから、ちゃんと見といてね。この部分だけ取った。あ、これで思い出した、なんかね炭酸レモン水みたいなやつをスーパーで昨日買ったんですよ。やばい、なんで今私嗅いだんだろう。リムバーって絶対やばいさ、飲んじゃいけないやつだからさ、なんか飲んじゃいけない系みたいなのってさ結構やばい匂いするじゃん。なんで私今匂い嗅いちゃったんだろう。ちょっと今のはなかったことにしたいですね。で、そうなんかスーパーで500円ぐらいになっちゃうの炭酸水が、だからちょっと買おうと思って買ったんですよ。2本買ったんですよ。そしたら、まあ、寒くて私めちゃめちゃちょっと外うるさいんですけど外めっちゃうるさいんですけど、なんかでね、なんかあーもう何言おうとしたんだっけ、あそうで、なんかめっちゃ冷え性なんですよ私。冷え性で冷え性で超なんかもう手足冷たくなる人なんですよもともと。さらに最近さ寒いじゃないですか、なんかマジで手が動かないっていうのもあるし、なんかペットボトル自体が硬くて全然開かなくて、今日朝炭酸水飲みたかったのに1本目一生懸命ずっとこうやってやってたんですよ。結構ずっとやってて痛くなっちゃって、でもやってたんですけど開かなくて、もう2本目をね、もう1本の方をね開けたんですよ、開けようとしたんですよ。なのにそっちも硬いの、そっちも硬いからもう開かないんじゃないみたいなで諦めたの。なんかいろんなのを試したんですけど、そういろんなのを試したけど開かなかったので、もういいやって思って諦めました。飲みたかったんだよ本当は、本当は飲みたかったんだわ私は。だけどさ他かんわけなんですよ。私でも結構これめっちゃ得意な方なんですよ。なんかさ友達とかがさ開かないっていう時大体開けられる人なんですよ。貸してみっつって貸してみってやってちょっとそれ貸してみかさはいみたいなさ、なんかやるタイプなんですよ。
そう、いつもそっち側なのに今日マジで開かなくて、私でも開かないことってあるんだってびっくりしましたね。力はね、割と多分まあ平均見てくださった方とかも分かると思うんですけど、意外とね、思ってる以上に、みんなが多分思ってる以上には力があります。そう、平均もね、継続だっけ、番組継続もあった。そう、大富豪見ましたか、みんな。第1回の大富豪見た？私はね、昨日ね見ました。ちょっとまだね、一番最後までは見れてないんですけど、てかあれ、ショールーム配信みたいなやってたやつもさ、あれもロキポで見れるんだね。あれもちょっとなんか長かったからね、まだ最後までは見れてないんですけど、あの途中まで見ました。え、めっちゃ良くない？なんか普通に楽しそう、大変だけど楽しそうって思った。え、これ落ちやすいわ。あ、めっちゃいいです。なんかラメってなかなか落ちづらいんですよ普通。でもやっぱインテグレートのやつだからかな、ちゃんと化粧品とかも有名だしね、ちゃんとしてるんですかね。割とラメって一番落ちづらいと思ってるから、私普通のネイルよりも全然落ちづらいから、ラメにしてはめっちゃ落ちてる気がする。ハートありがとうございます。いっぱい、あ、他の方も来てる。てか似合うとかだるまとかもありがとうございます。ありがとう。なんかいいね、今日は華やかで。でもさ、あれさ、なんかさ、予算100万だけどさ、実質数十万、そんな高くないよね。300万って言っても、なんかあの撮影機材っていうか人件費とかさ、照明とかさ、衣装とか込みの100万じゃないですか。だからさ、なんか実質マジで使えるお金ってないんだなって思った。なんかショールームの方もちょっと見たんですよ昨日、そのロキポで見れたから。え、なんかもう紙はさ、メンバー配られてたやつもさ、私番組内でもさ、ちょっとちらっと何々費がいくらって出てたけどさ、なんかえみたいな、 100万ってマジで込み込みだから、次回もあのぜひゼロポジさんに来てもらわないと、カメラが1台になっちゃう可能性あるので、マジでやばいですよね。キバスと編集で60万、えやばくない？ 100 万中の60万のキバスと編集代って。でも他にもマジでいっぱいあったじゃん、なんかいろんななんとか代みたいな。本当に実際だからいくら使えるんだろう。もう100万中のいくらなんだろうね、20万とかぐらいか実際に使える。まあ10万円ぐらいの企画。ハートありがとうございます。
ね、無料のカメラマン、あれは多分さ、あのショールームの方でさ、竹中さんからさ、ジュリナさんと電話してたけどさ、電話でゼロポジの12月の回がちょうど空きがあるので、ゼロポジも裏側というかね、撮らせてもらう代わりにそのカメラをこっちからも出しますよみたいな感じだったので、成り立ってるじゃないですか。だから3グループ、みよまるさんはまあスマホだったけどに分かれてるで撮れたわけなので、それがなかったら普通に何だろう、それグループ行動すら難しいじゃん。スマホ、ずっとスマホっていうのもあれだし。でもマジで楽しそうっていうかね、思ったけどさ、みんな可愛かった。なんかさ、みんな漏れてなかった、みんな可愛いって思いました。なんかさ、なんだろう、 SKE がテレビ出るなんかグループとしてさ、個人でもちろんある人はあると思うけどさ、グループとしてさ、番組みたいな形でさ出る機会ってそんな多くないじゃないですか、ああいうテレビで。でさ、なんか私坂道とか好きだからさ、なんか坂道さんの番組とか深夜にやってるのとかテレビで見てさ、あ可愛いなって思うけどさ、なんか実際なんかその同期とかがさ、まあ、テレビ出ることってさ、まあないじゃん。あっても多分青海さんぐらいじゃないですか。他のメンバーないじゃないですか、機会が。でそんな中でさ、なんかもう私結局夜遅かったからロキポで見ちゃったけど、ああいうテレビみたいな感じで映った時に可愛いなって思いました。マジでだからさ、なんかやっぱりさ、なんだろう、カメリ番組とかさあったら超強いだろうなって思う。本当にああいう全国とかさ、まあ、地方だったとしてもさ、見れる機会がグループの番組とかカメリ番組とかあったら、やっぱそのそれぞれのさ、どういう人かっていうのも知れるしさ、こんな可愛い子いるんだって知れるから、やっぱいいなって思いました、改めて。その同期3人です。ココナさんは別だったけど、2人は同じチームでやってたしね、2人とも。ココナさんも可愛いし、二人とも山チームだっけ、もうさ、めっちゃ山のシーンの時とか可愛かった。なんかそう、ちょっと前にさ、池田とカフェに行ったんですけどさ、その時にさ、私もその時も大富豪やってたんですよ、お昼だったんで。そしたら池田もさ、私のカード入れてくれてさ、したらさ、なんかペナルティの革命のなんか手すごいねみたいに振った。ね、なんか私結構ね、アイドルってなんかそのやっぱさ、その人個人の、なんていうんだろう、性格とか喋り方とかいろいろ、もちろんさ、なんだろう、歌唱とかで好きになるっていうのも
絶対いっぱいあると思うんだけど、それ以外のところでさ好きになる時ってさ、大体そういう番組とかさ、だから思うんだけどさ、例えばだよ、なんかそういうプライムビデオのさ、バチェラーとかさ、バチェロレッジとかさ、あとはアベマ TV で言うと、なんだろう、オオカミくん、オオカミちゃんとか、いろいろあるじゃん、こういうステーとか、ああいうのもさ、まあ、やっぱリアルだからこそさ、その人のさ、まあ、ちょっとね、恋愛リアリティいろいろ問題あったから、もちろんいいところ悪いところあるけど、なんかさ、その人のさ、なんていうの、性格とかさ、いろいろ知るとさ、あ、この人いいなとかさ、なんか自分の推し見つけたりとかあるじゃん。アイドルもなんかそういう、結構そういう感じだと思うんだよね。番組とかやってて、あ、この子いいなみたいな、なんかキャラ好きだわみたいな、あるじゃん。そう、まあ別にテレビで、絶対テレビじゃないといけないっていうあれはないと思うんだけどね。だってニコラブさんとかもさ、 YouTube のドキュメンタリー出しててさ、そっから入った人って多いと思うし、あれもでもなんか好きになる理由としては、まあ、一緒だと思うから、うん、きっかけみたいなのはさ、多分いろんな人に応援してもらったりとか、知ってもらったり見てもらったりっていうきっかけみたいなのは、ちょっと全部似たようなものがあるんじゃないかなって思う。最近だと NiziU とかもそうだし、なんか知れば知るほど好きになるみたいな、なんていうの、理論わかんないけど、アイドルもそういう感じの気がする。いろんなところテレビとかだとさ、また違った一面が見れるから、それをやっぱきっかけにするっていうのはいいことだよね。はい、こんな感じで喋り倒しましたが、今ベースを塗り終わりました。ベースを塗ってちょっと本来の色にはなったんですよ。キラキラは全部落として、普通の爪の上にベースを塗ったので、結構今ツヤツヤな、ツヤツヤって感じのが出来上がったので、これをちょっと一回乾かします。ちなみにね、これはでも一回インスタに載せたの、キャンメイクの。なんかね、私本当に爪の、なんだ、爪がめっちゃ割れちゃったりとかがひどくて、これは結構それを防ぐみたいな効果もあるらしいので、まあ、キャンメイクだからそんな高くないし、でこれ使います。で、新しく買ったのもキャンメイクの N14 番。あとは、まあ、100均のやつももしかしたらちょっと一緒に使おうかなって感じ。キティちゃんのやつですね。キキラダとかいろんな種類あるんだよね。あとはネイルホリックの。さあさあ、まあこれは、これもインスタ載せたことあるな。今回新しいのはこれだけです。こんなにお金をかけずにやります。だってなんかそうだよね、アベマとかもさ、なんかもうで有名になるその登竜門みたいになってるじゃん。そう、
予算がファイナルカット編集、ちょっとテレビ用の編集は怖いな、ガチすぎて超学びに行かなきゃ。爪立て言われる、ちょっとさペロンってなってるとさ抜きたくなる。いやマニキュアが塗ることでさ余計多分さ負担はかかってると思うから、やばいプリンが落ちそう。それはあんま良くないかも。ある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 ですね。これは爪触れたら終わりっていう。どっかについたら終わりだから、まだこれは透明だからいいけどさ、なんかさ色付きのやつさついたりするとめんどくさいんだよね。ちょっとでも乾いてきた。ペレ落ちたの状況ちょっと傾いてました。何これ、何指輪、指輪の中になんか入ってる。じゃあ香水、香水かな、なんだろう。ありがとうございます、初めて見ました。これもお誕生日仕様とかなのかな。ありがとうございます。香水感、別に君を求めてないけど、なんだっけ、ここに入れれると思い出す君のドルチェランとガバナのその香水のせいだよ。夜中いきなりさ、もうね乾いたかはねなんとなくのねもうね勘だよ。長年のネイルの勘、なんかネイルって私まずハマったのが小学生ぐらいの時、ネイルシール、チャオかな、チャオとかについてたの。違うかな、いやあれかな、あっちかな、ラブベリーとか雑誌系の方かな、どっちだろう、なんか付録とかについてて、そっからハマりましたね。楽しいんだよね、なんか NMB のあかりんさんがさこの間ドラマやってるのをさちょうどテレビで見、テレビじゃないかな、スマホか分かんないけど見ててさ、なんかネイルの店員さんみたいに出てくるの、やっぱ楽しいよなって思いましたね。どうしようかな、2枚じゃない、二度塗りしようか迷う。カラーも真剣、真剣勝負ですよ。ない、こんな色です、こんな色、こんな色です、こんな色です。いきなりさ
いつ会えてるのってる変君とは休んでるくらい会ってないのにどうしたの。低い音ってあんま出ないからさ、一時期ちょっとボイトレ通って前よりかは出るようになったけどさ、高いのは割と出るからさ、オクターブとかで歌っちゃう。あー、かわいいね、いいね、かわいいね、かわいいよ。雑誌の周りにいる人みたい、カシャカシャ、かわいいかわいいみたいな、ファッション誌みたいになっちゃいますね。どうですか、色まんまだね、かわいい、爪かわいい、フワちゃんハートラブレターありがとうございます。チョコプラそっちかいっつってな、これやる前にさ、本当はさ爪の形整えればよかった、忘れてた、終わった後にやるか後日やるか。誕生日はでも可愛くしていきたいな、誕生日までにはいろいろ髪もやったしネイルもやってるし、気合入ってるね。なんだろうね、でもこの時期クリスマスとかいろいろあるし、あ、いいじゃん赤、なんかさクリスマスっぽいし秋っぽいかなって正直思ったけど、クリスマスっぽい感じもあるし秋冬いけるな。なんかねグレーとか、全部グレーか全部グリーンもうちょっと迷ったの。あの長浜ねるさん好きなんですけど、前のツイッターの画像見たらグレーっぽい感じでやってて、あ可愛いって思ってすぐ真似したくなっちゃうから、あいいなって思って、その後になんかグリーン全部グリーンっぽくしてる人見て、あいいなって思って、なんで赤にしたかというと、まあ髪もあるし、なんだろうな、なんかねあのお正月に入るじゃん絶対このままだと思うの、お正月まで多分ね忙しかったりしてすごい汚くなっても落とさなきゃっていう風になったら変わるかもしれないけど、もうこのままじゃん。ってなるとなんかお正月ちょっとなんだろう、やっぱ華やかじゃないけど、お正月入るなら赤いいんじゃないかなと思って、暗い感じよりかはさ、言うて暗めの赤だけど、赤なら別におめでたそうですかなと思ってこちらにしました。着て腕じゃない
手じゃない方はもう頑張るしかないですよね。今聞き手と逆やってるけど、でもやっぱね、あ、ちょっと踏み出したかも。反対ってむずいよね。それは毎度思ってます。ちょっと服につきそうで怖いな。どうだろう、若干出てるんだよな。まあこんな誤差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 っていいですよこれは。あんま塗り直すって逆に汚くなりそうだからいいや。トゥルルトゥ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 、あーまた。トゥルルトゥトゥトゥルルトゥ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 、あ、なんかさ毛玉変、毛玉っていうか白い繊維みたいなさっきからさつくなと思ったら、もしかしてパフ、このパフの繊維だったりします。やっぱ右手やるのむずいわ。またついちゃったし、繊維。もうすぐクリスマスですね。誕生日とか言ってたらすぐ終わってクリスマスになっちゃう。そしたらすぐお正月になっちゃう。あ、もうこれは誤差どころじゃない。意外とでも大丈夫だ。チェリーさんめっちゃさネイルうまいよね。すごくない？まあ、人のだったら誰か利き手でできるからまだいいか。うまいよね。料理もうまいからなんか器用なんだろうね。ぜひやっていただきたい。汚な、なにこれ。ちょっと綿棒持ってこよう。ありがとう。
キャさんが歌う香水聞きたい。トゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥトゥ一番最後本気でネイルうまい、自分でネイルしてる人いるのかな。まずあ、これいいね。これでさ、中に入れてさ、液を取ってさ、ボサンティのところを直すっていう。いいんじゃない？いいんじゃないでしょうか。いやでも汚いね。汚いけどね、あんまり重ねる塗りしすぎちゃっても汚い。と言いながら重ねちゃった。あとは端っこやな。今日さ、朝さ、ずっとさ、メイクユーハッピーが頭から離れなかったんですよ。しかもさ、それがさ、なんか本家のメイクユーハッピーじゃなくてさ、ずっとさ、なんか結構有名だから話題になったからさ、みんな知ってる人もいるかもしれないけどさ、 J.Y. パークさんがさ、なんか喋ったやつを編集してつなげたやつみたいなやつのメイクユーハッピーがあって、なんかそれをさ、急に思い出してさ、なんかしんどいっていうか、なんていうの、なんか頭から離れないみたいな。ちょっと変なんですよ、編集でそうやってるから。普段の喋ってるやつをつなぎ合わせてるから普通におかしいんですよ。それが頭から離れなくなっちゃったから。なんか美味しそう、美味しそうな色してんな。一度塗りだと透明感って可愛いけど、やっぱさ、一度だと気になるところが多いから、なんだかんだ二度塗りしちゃう。全色一緒でもいいんだけど、とりあえず3つ残したまま、どうしよう、
全色一緒でもいいかもな、これ。こっちの色足しても絶対可愛いんだよな、ね、あ、可愛いよな、やっぱ。うん、可愛い。一色でもいいんだけど、一色にしとくか、一応。美味しそうな色してるよ。まあ、なんかさ、ショールームだとメイクとかもそうだけど伝わりづらいのかな。あ、でもなんかちょっとよく見たら汚いかな。根元ね、根元よ、髪でいう根元がちょっと気になるんですよね。根元からでも直すなら絶対結局先までやんないといけないから。こっちの方がいいね。うん。ああ、直してよかった。固まってダメかと思ったけど。けたわ。うわ、危な。倒れたって思ってさ、でも閉めといてよかった。怖っ。閉めてなかったら終わりだよ。怖っ。恐ろしい、恐ろしい。え、これの色とこの色一緒だな。ほら、ポーチとさ、ポーチの色にしますよ。これね、お財布のね、一緒のやつなんで、ポーチとお財布の色にします。これはね、ハーリップトゥーっていうこじはるさんのブランドと雑誌スイートがコラボした付録かな、なんかで、それをね、ポーチとお財布で使ってます。ハーリップトゥー可愛い。お洋服でも値段的になかなか私は難しいから一回も買ったことないんですけど、雑誌の付録でポーチとお財布があったので使ってるって感じです。どうだろう。どう思う。なんか全部一緒の色でもよかったかもな。まあ、可愛いっちゃ可愛いからいっか。全部一緒でよかったな。白とか入れても絶対可愛い。え、白持ってんだよね。でもこのネイルのした状態でガサゴソはできないからな。乾かないと。
実家の方が多分ネイル揃ってるので、私が今買った分しかないので、こっちに来てから実家帰ってもハニハニになっちゃってたらまた他のに買います。キラキラネイルはね、取れてもあんま分かりづらいんだよね。ネイルサロン行きたいな。ネイルサロンだったらこんなに苦労しないけど、でも高いからな、なかなか行けない私には。はい、ピンクを入れました。どうしようかな、こっちもピンク入れようかな。全部赤でもいいんだよね。ピンクでいっか、今空いてるし。ね、そこらなくてよかったね。こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。いつもいつもありがとうございます。なんかでもいつもさ、同じの送ってくれる人とかさ、なんか名前はさ今呼べないけどさ、普通に覚えるよね。ありがとうございます。あー汚い。いやひどいなこれは。ひどいな。忘れちゃった笑顔も大丈夫、ちゃんと取り戻して、その笑顔見てるとき本当に幸せ。 What do you want? What do you need? Let me see. Let me see. Tell me. はい、ということで全部できました。キラキラしてるここら辺、前回の落ちた後かな。ちょっとこれをじゃあいやでも汚いな。右の小指の完成度があんまりよろしくない。上からまた、あでもこれをちょっと塗ろう。このこれが全部乾いたら、次はこれを一部分に塗ります。ちょっと上から、あんまりうまくいかなかった指とかを優先的に上に重ねていこうかな。そしたら大丈夫そう。このままでも普通に可愛いんだけどね。タコありがとう。タコ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 。ありがとうございます。楽しい。なんかさ、誕生日仕様いいですね。誕生日仕様よろしい。楽しい。なんか
あの、あつ森とかもさ、もうなんか可愛いお部屋にできましたって感じ。可愛いお部屋のあつ森の中にいるみたい。もう、とりあえず乾かします、乾かしますね。コメント読ま、薄紫、ピンクかな、ピンク、パープルではないです、ピンクですね。パープルはこっちですね。私がつけたのはこっちです。比べたら分かりやすいかも。息一発だった。キャノラジやりたいな。キャノラジ次いつできるかな。公園あるしな、ね、どうしようか。再来週とかどうなんだ。でもさ、あれか、年末の何やるんだろう、準備とかわからんね。暇だったらいいけど、なんかクリスマスは100ぼっちなので、なんかフさんに今日ちょうど会ったので、フさんももしかしたら何もないかもみたいな感じだったんで、そしたらクリパでもします。どうなんだろうな、私は多分何もないんだよな。見にくりして、ね、私さ、あの今爪乾かすためにさ、よくわかんないポーズしてるんだけどさ、やばいね、なんかほくろないと誰かわからん。なんか髪も変わっちゃったし、私じゃないみたい。私以外、私じゃないよ。なんか最近ゲス聞いてたんですよ。そしたらさ、ちゃんまりさん、なんかね、あのキーボードのピアノやってる方がいるんですけど、やっぱすごいなって思って見ててさ、ここってその方がよく言うんですよ。私の、私で言う、なんだろう、キャッチフレーズみたいな、キャッチフレーズよりも多分言ってるな、言葉の最後とかに、こうってやるんですけど、今ちょっと指できないんですけど、そう、それをさつぶやいたらさ、畑が全然違うからさ、かコメントが全然、なんか思ったコメントと全部違くて面白かった。違ったって。
ネイル臭い。ネイルって異常な匂いしますよね。なんでネイルってこんな強烈な匂いするんだろう。やっぱ食べちゃダメだからかな。体に良くないのかな。でも体に色を塗るってことだもんね。メイクとかもそうだよね。顔がキャンパスなんですよ。だから色をさ出していったりとかさ、いろいろやるわけなんですよ。艶を出したりとか、ぷっくりさせたりとか、キラキラさせてみたりとか。だから顔に色を塗って、絵心ある人の方がさ、絵上手い人の方がさ、メイク前とかあんのかな。また別かな。興味関心にもよるよね。なんかめっちゃさ絵上手くてもさ、そんなにメイクに興味なかったらさ、別に最初からやんないもんね。そんな、やばい、もうこの時間、この時間にお風呂に入らないと9時からの大富豪に間に合わない。やばいぞ。もうそろそろいいかな。え、なんかキラキラいらないかな。キラキラワンチャンいらない。ちょっと上から、トップコートみたいに。塗ってみようと。やっぱ大富豪終わってからお風呂入ろうかな。か途中か。じゃないとさ、完全に乾かないままさ、お風呂入ったらちょっと怖い気がするんだよな、私。ちょっとやばい気がするから。諦めるか。諦めてもう一回ご飯食べようかな。なんか食べながら大富豪やって。木曜日ってなんかさ、ドラマとかあるっけ。なんか感触がどっかに感ついた感触したぞ。大丈夫か。あ、うん、ショールーム本当に分からんね。なんかメイクしてないって思われちゃうのはショールームの画面だからなのかな。あ、やばい、どこ塗ったか忘れちゃった。今日でもなんか塗り足したしな。何でなんだろう。あー、1個ラメついちゃったな。最悪、
全部終わってから明日とかにラーメンつけてもいいか。全部塗ったっけ、忘れちゃった。ここも塗ったっけ。木曜日は県民賞を千葉やってる時みたいな。はい、とりあえず一旦ここまで行ったのでここで終わりにしたいと思います。じゃあ9時から、まあ、その前からね全然大富豪やってもらっても嬉しいんですけど、ぜひよろしくお願いします。私はこのまま乾かしたままメールを送ろう。うん、時間あったらブログもやろう。はい、あれなんか馬とか来てたの読んでないかな。かわいいハートとか、タコさんはなんか読んだ気がする。ありがとうございます。本当に今日もありがとうございました。このネイルかわいいってなったのね、フワちゃんみたいな言い方しちゃったんですけど、ネイルかわいいってなったんで、これとカラフルなお誕生日仕様のショールームで今日は手上げでお送りしました。皆さんありがとうございました。じゃあ引き続き9時から大富豪でお会いしましょう。あんまりちゃんと言えなかった。ありがとうございました。はい。